こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、緊急小口資金を20万円ですけどもね、これを7日間前後で手にした話っていうのをちょっとね、させていただきます。これ視聴者さん、塾生さんからの連絡でございます。この方はですね、過去に自己破産をしていて、現在は債務整理中だそうです。で、そうなるとね、お金を借りることもできませんし、ローンも組めないんですよ、債務整理中ね。で、現金をね、手にすることがなんかね、できないかなというふうにこの方は考えてたらしいんですよ。まあ、生活もやっぱりギリギリですしね、なかなか不自由な思いをしてるらしいです。で、今回の感染症騒動で緊急小口資金の特別貸付っていうのが、実施されましたけども、ここに目をつけてですね、自分も借りられないかなっていうふうに思ったらしいんですよ。で、事前に私の方にご連絡いただいて、これはどういうふうに借りればいいんですかって聞かれましたんで、私もね、概要をお伝えして、あとは担当の方のところにね、連絡してくださいって電話番号をお伝えしました。で、この方はいわゆる信用調査がブラックなんですよ。当然お金なんて借りれません。で、緊急小口資金とは言ってもですね、貸してくれるどうか結構分かんなかったです。ダメ元で連絡して行ってみてくださいってことで、連絡した後に必要書類をね、教えてもらって、それで社会福祉協議会に行くことになりました。で、結論から言うと、融資は降りたということなんですよね。で、まずはやっぱり肝心なのが、電話でですね、社会福祉協議会に前もって自分の状況をお話して、どうやったら借りれますかっていうふうなお話をするんですよ。現地を取るんですよ。そしたら、これとこれとこれとこれを持ってきてください、とりあえずお会いしてお話聞きますみたいなのになるんですよね。で、社会福祉協議会に行くときには、何々さんに言われて、お金が借りれるって聞いたんですけども、お願いしますみたいな、もう完全にね、借りれることが何々さんによって約束されたみたいな言い方をするんですよ、最初から。それは私の作戦です。で、窓口でヒアリングがあって、なんでね、収入が減ったのかとか、生活がどう苦しいのかってことを聞き取られそうなんですよ。で、給料明細を提出することを求められますので、給料明細を持って行ってください。で、1月から3月までの明細を出したわけですけども、残業手当がね、おおむねはなくなっていたんですよ。で、手取りがだんだん減ってきてるよってことだったんですね。だから手取りが増えてるとちょっと難しいんで、手取りが減ってるってところをお話した方がいいですよね。で、生活が破綻した場合とかは融資は下りないので、その辺はね、聞かれるまで話さないっていう形にしといて、苦しい状況とかね、ローンの支払いがたくさんあっても余裕がないんですってことをお話してください。で、数分間、10分前後のヒアリングが終わった後、融資の申請書類の記入に入ったということなんですよ。申請書類の記入をしている段階でもうね、お金が借りれるんじゃないかなっていうふうに思っていいそうです、この人のちょっと肌感覚では。ただね、自分が不正に背を止めてない、不正に手を染めてないとか、暴力団関係者、反社とね、関係がないってことをしっかりとお伝えして、契約で制約をしてですね、債務整理中ってことは、バレないかどうかってことは心配だったらしいんですよ。その辺は結局最後まで聞かれずに、自分でもね、言わなかったらしいんですよ。この辺はご飯論法ですよね。で、そうすると、3日ぐらいで封書が届いて、中を開けると、融資 OK でしたよっていうふうに書かれていたそうです。面接受けて3日後に、そういうふうにね、書類が来たってことは、面接のその日にもう融資実行の決定が下りたということで、次の日に封書書いて、さらにその次の日に到着したってことなんで、大体、面接受けた時点で決まってたってことだっていうふうに肌感覚で感じたのはそういうところだったらしいです。で、振り込み予定日は、2、3日から3、4日ということだったんで、4日後に入金されたということです。ただ最近は7日から8日かかる場合があるよっていうふうに言われてたようですね。ということで、1週間で借りれたわけなんですけども、20万円ですよね。この方20万円を何に使うのかと言いますと、日々のレジャーに使うそうですよね。どんなレジャーかはちょっとここでは言えませんけども、何なんでしょうね。緊急小口資金というのは、生活のために使うべきなんではないかなというふうに私も思ったんですけども、申し上げたんですけども、これも生活の一部だからと。これによってストレスをなくしてね、次のやる気に向かわせるために大事なんだと。これをやんなかったら自分はうつ病になっちゃうんだとか言ってたわけなんですよ。生活費か、そうかと、それについてはね、私は何も言わずに聞いてただけですけども、ただやっぱりね、融資実行を通してくれた担当者の気持ちを思ったら、そういうね、パチンコとかに使っちゃった、パチンコって言っちゃいましたね、そういうのに使っちゃおしめようって感じだとは思いますけどね。アドバイスするんじゃなかったかなと思いました。はい、でもね、
頑張って返してください、20万円、うん、一発でフィーバー立てればいいわけでしょ。というか今パチンコ屋って空いてるんですかね。まあ、こんな時でもねパチンコ行きたいんですよね。まあそうですね、いろんな趣味嗜好がありますから。はい、私はトークで見させていただきました。それでは今回は以上です。失礼します。